Sharp has developed a 32-inch 4K IGZO LCD display and will release it in Japan in February 2013. With its ability to display fine details and small characters, it is primarily aimed at professional applications, such as in the design, video, and medical fields. このような図表を表示した場合、従来であれば1画面で映るのはこの4分の1のこのぐらいですね。ですからこの画面だけを見て仕事をするということになりますけども、今回これは4倍の画素数ありますので、これだけの情報をもとにここのワークができるということで、これはもう仕事の効率としては大変高まるという期待があります。でもう一つは画素の密度が緻密になってますので、グラデーションのあるものとか周辺のエッジの細かいところの表現を見たいといった時には一目で見て判断できると。 In addition, due to the high light transmittance of IGZO technology, a specially designed edge-lit LED backlight has been used, reducing the depth of the display to 35mm and creating an extremely thin profile. トランジスタの面積を非常に小さくできるんですね。でそうすると一つの画素でトランジスタで光が遮蔽されている領域が小さくなりますので、点灯させるバックライトの電力量というのは下げることができるんです。電力量を下げれば発熱が減る、発熱が減れば筐体を薄くできるというIGZOを元にした相乗効果が積み重なって、こういうスタイルの商品が出来上がることになります。It features one display port, two HDMI ports, built-in speakers, and a headphone jack. 従来であればケーブルを2本とか4本使ったんですけども、規格の標準化が進みまして、この 4K のデータを流し込むのにワイヤー1本でデータを流すことができます。でもう一つは消費電力を下げられるという、これであれば毎秒60枚の絵を書き換えてるんですけども、静止画であれば一度書き換えたらしばらく書き換えないで、しばらくしたらまた書き換えるというような駆動をしても表示は変わらない、低消費電力ができるというのが特徴になります。 The retail price will be approximately $5,500 US, with a monthly production rate of 1,500 units. Diginfo News.